ちょっと選抜を決めよう。ペチ塗り選抜決めよう。リレーの選手4人、4人なれます、この中から。 OK、 みんなこの中からリレーの選手4人なれるから。さあ始まりました。始まりました、ペチ塗り。苦戦しております、みんな。あ、一人早い。お、こそれにしてた？一人早い。あ、大丈夫。頑張れ。あ、早いけど、この坂むずいからね、この坂。この坂マジでむずいから。頑張れ。いいね。あの、頑張りが伝わってくる、すごい。よーい、スタート。いや、ペチ塗り、俺ちょっと練習はしてないけど、でもちょこちょこあの、コート作りでやってきたから。俺ちょっと早いでしょ。どう？この予選の選抜には出れそう。あれ、仲間も早い。お、二人すごい、同じ、同速。隣同速だぞ。よし。ただ、ここの坂が難しいのよ。ここの坂難しい。車線怖いな。俺、車線恐怖症なんだよ。あ、どうこの坂。どうあ、ちょっと難しい。やっぱ難しい、ここ。おー。この中では、勝ったかな。こうやんで。頑張れ。こう。頑張れ。そう、頑張れ。いやー、これ緊張するなー。視聴者のために、説明しようか。視聴者のために。あの、今から、ペチ塗りが、スーパー速いヒレオさんと、あの、3人がかりで、リレー対決しようかなと思って、ちょっとあらかじめ予選をしてきて、選抜しました。俺と、W さんと、雪見大福さん3人で、ヒレオくんを倒そうと。ヒレオくんを倒そうと。にゃー。で、区間3つ決めて、ここの平地と、第2区間、ここの平地ですね。ここ結構長いね、コースだと思うんですけど、最後このクライム、坂上がって、ここに着いたらゴールなんだけど。やべえ、ヒレオさんめっちゃ待機してる。下向いてなんかクラウチングスタートみたいになってる。怖え。いやでも疲れるんだよね、一人の方が絶対に。最後疲れてくるから、俺抜けるチャンスあるかもしんない。始まった。どっち勝ってるんだ？わかんねえ。やべえ、俺わかんねえ。ちょっと見に行っていい？わっはっはっは、ええ、ヒレオ早え。ヒレオ早え。あ、でもいい試合してる。頑張れ。あ、うまい。頑張ってる。でもヒレオの方が早い、やっぱり。第二区間来るぞ、頑張れ。ヒリオはこのまま一人で行きます。いや、疲れるはずなんだ、ヒリオさん。オッケー、ナイス、バトンパス、いいね。やばい、差が出てる。やばい、頑張れ。ヒリオ来てるよ、頑張れ。やばい、せっかくのリードが、リードしてなかったか。あー、ヒリオ来ちゃった。しかも、俺のコース入ってきた。ヒレ、俺の講座入ってきた。やばい、俺何もできない。あ、終わっちゃう。早っ。頑張れ。いや、終わる。終わった？でも俺まだスタートしてない。終わっちゃった。ダメだ。でも、完走しよう。頑張れ、雪見大福頑張れ。ここ長いからな。この区間めっちゃ速いから。おい、なんか折り返してるぞ、ヒレオ。
折り返し運転してきた。それも、練習したから。このために、このインターハイのために。スプラインターハイ。でも難しい。坂めっちゃむずいんだよ。終わる。完走できない。みんなのために完走するんだ、俺は。完走させてくれ。完走させてくれ、頼む。ヒレは早いって。あいや、頑張ろう。スタート一緒だからな。ここからちょっと、リード持って渡したい。50秒スタート、よーい、スタート。やべ、ヒレオ早い。ヒレオ早い。いや、あいつ早い。くそ。ごめんみんな。ヒレオめっちゃ早いよ、やっぱ。あいつ早い。やばい、ごめん。頑張れ、俺。ごめんな、ちょっと、まとますしっかりするから。くそ、あとちょっと、オッケー、ごめん。ちょっと遅れちゃった。頑張れ。ヒレオ2回目で疲れてるぞ。ヒレオ疲れてるぞ。絶対疲れてるから。頑張れ。この長い区間2回目だからね、あいつ。いけ。ごめん。なんで魚より疲れないんだよ。すごい。やばい、勝負になんない、これ。これ勝負になんない。いけ。いけ、繋いだ。バトンが繋がった。いけ。あれ?もしや終わった?ヒレオさん?うわ、余裕持って終わってる。なにこれ。余裕持って終わってる。しかも、線がヒレオさんに繋がっちゃった。見て。でも、ここまで頑張った。あー、早いね。でも、早いね。あ、でも、完走できたね。やった。いや、叶わんかったわ。よく見たらこれトイレだ!すげえ!これ初めて知ったわ、これ。え、すごいこれ。男子トイレと女子トイレあるよ。知らなかった。え、すごいね。こんなにまじまじと見たの初めてかもしれない。もしかしたらこういうのあるのかもね。ひりょく女子トイレ入ろうとしたべ、今。お前も男子トイレ入るな、女の子なのに。何してんの?今男子トイレ見て、女子トイレ行ったぞ。女子トイレにそんな並ぶな。ヒレオくんをあさり10個にしよう大作戦。ちゃんと言うんだよ、鬼はそうと。僕はあっちで。あ、鬼がいたぞ。あっち行った。あっち行ったな。あれ、でも本当に鬼なのか服かもしれないの。服の神かもしれないです。あれ消えた、ヒレオ。消えたぞ。あ!いた!いるぞ!ここに。これ鬼なのか服なのかどっちだ?逃げた。鬼っぽいな。鬼は外。鬼は外。鬼なのかな本当に。あ。こんにちは。服ですか?もしかして服の神ですか?服の神か。服のうち!服のうち!服の神でも投げなきゃいけない。ヒレオくん?芋虫になってるわ。ヒレオくん。鬼でもないし、服でもない。芋虫だ。もしかして芋虫ですか?なんだこのうねうねして気持ち悪い。なんか気持ち悪い。なんか気持ち悪いな、あれ。あ!落ち込んだ気持ち悪いって言ったら落ち込んだ。え?鬼?鬼?今投げてたよ、タコが。
もしかしてイカは鬼？鬼技だ。鬼技だ。ああ。ああ。鬼は身内にいたのか。イモムシ。よかった、イモムシ。イモムシ、鬼ここにいた。実は身内が鬼だった説あった。イモムシはどこ行ったんだ、イモムシは。もう、消えたぞ。イモムシ消えたぞ。イモイモモイモムシのイモイモムシさん。どこ行った、イモムシ。消えたぞ。あいた。こんなどこにいた。服の神ですか、それともイモムシですか。なんかアサリ持ってね。なんかアサリ浮いてね、なんか。なにこれ。ひでおくんがアサリお供え物になってる。服の神だ、服の神だったのか、ひでおくん。お供え物になってるぞ、これ。そう、みんな挨拶して、挨拶。いいよ。お供え物がある。なるほどな。鬼と服が逆だったな、今回は。こんにちは。うなぎとひでおです。ひでおくんが散歩がまたやりたいみたいなので、ちょっと、ザトウマーケット連れてきました。コストコみたいに、なんかスーパー、でっかいスーパーマーケットなのでね。なんかいろいろ売ってるのは俺知ってるんだけど、例えばここのスイカとか、ひでおくんが好きそうな食べ物がいっぱい置いてあるので。なんか、好きなもの選んでもらおうかな。せっかくだから。どうしたなんかいきなり、パニクってる。目移りしてんのかな。なんだその動きは。何が食べたいんだよ、ひでおくんは。スイカ？あ、スイカ好きなの？あ、スイカがいいんだ、やっぱもう。これがいいんだ。でも他にも見た方がいいんじゃない？いっぱいあるよ。これ何これ？ピザある、ピザ。ピザと、ホットケーキもあるね。なんだ、これなんだ、これなんだ。これなんだ、これ。食べたいのかな？他にもあるよ、ほら。これは？ひでおくん。これなんか、チョコレートかな？なんかいっぱいある。なんか、むさぼり尽くしてるな。めっちゃ目移りしてるじゃん。食べるの好きなんだ。あ、なんだ。あ、こっちも。なんかもうパッケージ開けて食べてない？これ。むしゃむしゃ食べてない？お菓子だね、これ。カレーもあるね。いろいろ、お好みですね。こっち。あ、これ洗剤。ひでおくん洗剤。洗剤は食べないんだね。そりゃそうか。食べ物にしか反応しないんだ、ひでおくん。ひでおくん、実はこんなところに食べ物はないよ。こんなとこにはないよ。もうこんな荒野みたいなとこないよ。あ、落ち込んでんの？食べ物がなくて。食べ物がなくて落ち込んでたから。あ！ひでおくん食べ物見つけた！あった！こんなところにロブスターとサザエがあるぞ。見つけちゃったか。ひでおくん燃えてパニクってます。あの、バーベキューを食べたくて自分がバーベキューの食材になっちゃった。燃えちゃった、ひでおくん。暑そう。